室浮口王の駅は奈良県宇田市にある近畿日本鉄道大阪線の駅。駅番号は D46。校内駅前風景相対式2面2線のホームを持つ地上駅。築定上,上にあるため、上り線南側にある駅舎はホームよりも1階下にあり、各ホームとは階段で連絡している。改札口は1カ所のみ。ホーム有校長は10両。 ハイバラ駅管理の無人駅で、ピタパイ効果対応の自動改札機及び、自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、駅前のロータリーに乗り入れている。2006年に、奈良交通の道路線を継承し、宇田市英雄小バスハイバラ線ハイバラ駅経由、宇田市役所駅として運行していたが、2012年に、 現形体へと転換した。乗車は利用登録済みの宇田市民、旧室ン行き通勤者、地域内で介護及び財産管理を行う者に、限られる。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手市鉄2号近畿日本鉄道、1、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月22日、18から23ページ。 ISBN 978から4から02から34132から7。平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http://www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ ICCART20070130.pdf2016 年3月10日閲覧行行形について奈良県ホームページ近鉄で2020系仕様のおし列車運転鉄道ファン railf.jp 鉄道ニュース 2010年10月11日、平成24年のダイヤ変更について、近畿日本鉄道プレスリリース、2012年1月20日、室内口大野駅、三本松駅の駅係員無配置化についてう田し、役所ホームページ、2013年12月11日、停車駅のご案内。近畿日本鉄道、2020年6月30日閲覧。AB。 室岡口用の駅駅形出時刻表。近畿日本鉄道。2020年6月30日閲覧。駅物上工人員大阪線。近畿日本鉄道。ありがとうございます。